昨日の足立英子さん AV に出ていると言っていたが、出ないな。同姓同名の別人ばかりだ。しまった、ついうっかり没頭してしまった。やはり見つからなかったな。あ、そうだ、出演していたなら専門のサイトを見てみるか。殿下、芸名さえ分かればいっそのことをモッフルに聞くか。いや、それも尺だ。リンクを飛んでいけば彼女の画像とか出ないのか。なんだ、なんか変な海外ページに飛んだぞ。これはマスコットのアダルトサイト。全く理解できん。何が理解できないの、カニエ君。何を見ているの。なんでもない、パークのホームページだ。ならなぜ隠すの。諸事情だ、気にするな。見せなさい。嫌だ。パークのページなら隠す必要はないでしょ。嫌だ。見せなさい。いや、なん卑怯な。さっさと見せないからよ。何を見てカニエ君、あなたこういう趣味だった。違う、誤解だ。こんな限られた思考のサイト、本人が興味なければ見るわけがないでしょ。だから違う、話を聞け。まさかカニエ君、モッフル教のことが。恐ろしいことを言うな。何騒いでるのか、お前たち。モッフル教。ほんま。おい、違う。小僧、まさか。だから違う。来るな。待て、誤解だ。なぜ避ける。夜な不毛変態。こんな怯えたモフル教初めて見た。